では今度、最後の後ろ側の長板をつけたいと思います。ここに取っ手がありますから、このままつけようとするとぶつかってしまいますので、台に乗せて、組み立てたいと思います。この長板のこの向きがありまして、こっちか真ん中の方が下になるように、まず上にセットをします。はい、両側から約2センチぐらいのとこをこのビスを使ってなるべくまっすぐ打つようにしてください。では前面がつきましたので、これをこの下を出して下の方を固定したいと思います。
では、帳番が取り付きましたから、無事に完成です。監督とプロデューサーがいい、もうカメラマンがいい。